戻ってきている音がする。日常の中の非日常空間、大阪全席完売、声出し応援 OK。 あの頃とはもう違う。挑戦者高木慎吾。俺はちょうど1年前ここでお前にそのベルトを取られたこと忘れた時ねえんだよ。再び俺がその IWGP 世界ヘビー王座を奪って新日本プロレスに非日常の世界を見せてやろうじゃねえか。臥薪嘗胆の1年を経て、さあ今年は俺の出番。狙うはもちろん IWGP 世界ヘビー級王者岡田和親。高木慎吾っていう相手にはかなり興味があるよ。あなただったらいつ何時挑戦を受けてやりますよ。かかってこいこの野郎。二人には共通点がある。声を出して応援ができない時期にこのベルトを守っていた。バカ野郎、重みも素晴らしさも俺のがよく分かってんだよ。 KOBW チャンピオンとして IWGP チャンピオンに負けないという気持ちもあるが、それ以上に一レスラーとして岡田に負けないというものをしっかり見せてやるよ。過去4度対戦するも声援の中での一騎打ちは初めて。100ゼロでさ、高木慎吾な完成にしてやってよ。みんながもういいやと言っても勝つのが岡田和親だし、それが俺の使命だから。非日常見せるのがプロレスラーだと思いますんで、そこは IWGP 世界ヘビー級チャンピオンに任せてくれればいいかなと思いますね。どんな時も揺るがなかった意地とプライドを持って。来た来た来た。俺が2023年の新日本プロレスをイレギュラーを起こしてみせるからね。楽しみにしとけよ。最高の日常で最強の非日常を。 IWGP 世界ヘビー級選手権試合、挑戦者高木慎吾 VS 王者岡田和親。